アイダミナは日本のタレント、グラビアアイドル、元レースクイーン。旧芸名はアイダミナ。静岡県浜松市出身。4兄弟の長女で弟2人と妹1人がいる。高校時代から母の勧めでモデルの仕事を始め、地元の広告モデルやイベントコンパニオンの仕事をしていた。その後2012年からデイライトアソシエーションに所属し、 同年から2015年まで、エンドレスレディを4年連続で担当。スーパー GTS 対 D1 グランプリのレースクイーンとして活動した。2017年3月31日をもって、デイライトアソシエーションを退所。同年10月より原芸名に改め、フリーでグラビアアイドルタレントとしての活動を行っている。キャッチフレーズは、叩きたくなるお尻。趣味は、 人間観察、美味しいものを食べること、映画鑑賞、旅行。アイダアイとは、名字の読みが同じであることから、W アイダと呼ばれるほど仲が良い。AB、東京オートサロン、富士ツボ、ブースありがとうございました。ミナノカルテ読んで、ミーナ、サイバレージェント、2019年5月4日閲覧。ABCDE、ウィークデイは、グラドル日記。 叩きたくなるお尻のキャッチフレーズで人気上昇中の、アイダミナ。サンケイスポーツ。https、www.sanspo.com、ゲイのニュース、2019万410、グラ19兆410億1130万1、N1、html2019 年5月4日閲覧。ABCD、明けましておめでとうございます。アイダミナです。 ミーナのブログみんな読んで、ミーナ、サイバレージェント、2019年5月4日閲覧。らん。AB、2012エンドレスレディー、アイダミナ、最強 RQ 図鑑、キューブロ、レースクイーン情報ポータルサイト、2019年5月4日閲覧。家族で、立山寺温泉、ミーナノカルテ読んで、ミーナ、サイバレージェント、2019年5月4日閲覧。 A.B. アザータカノリ超新レースクイーンアイドミナが黒パンストで脳札レースクイーンライブラリーライブドア2019年5月4回図覧 A.B.C 皆さん5年間ありがとうございましたミナのカルテ読んでミーナサイバレージェント2019年5月4日図覧マシェバラ芸能人によるネット性放送ライブトークバラエティマシェバラ 2019年5月4日閲覧。アイダアイ。W. アイダ会。アイダミナ。アイダアイ。オフィシャルブログ。IDEA。サイバレージェント。2019年5月4日閲覧。2013エンドレスレディ。アイダミナ。最強 RQ 図鑑。キューブロ。レースクイーン情報ポータルサイト。2019年5月4日閲覧。情報解禁。ついに発表。 ミナノカルテ4で、ミーナ、サイバレージェント、2019年5月4日閲ズラン。2015年度所属チームメンバーの発表。ミナノカルテ4で、ミーナ、サイバレージェント、2019年5月4日閲ズラン。ヤロック、88号車ウラカン GT さんの、新カラーリングとスポンサーの継続を発表。オートスポートウェブ、3名処方。 https://www.as-web.jp:/supergt:/62362019 年5月4日閲覧。東京オートサロンイン、幕張メッセ。ミナノカルテ4で、ミーナサイバレージェント、2019年5月4日閲覧。東京オートサロンありがとうございました。ミナノカルテ4で、ミーナ サイバレージェント2019年5月4日ずらん。タスカレンダー完売。ありがとう。おう。みなカルテ4で、みーな。サイバレージェント2019年5月4日ずらん。東京オートサロン2016。おう。みなカルテ4で、みーな。サイバレージェント2019年5月4日ずらん。シテックジャパン2016。ミナノカルテ4で、みーな。 サイバレージェント2019年5月4日閲覧。ありがとうございます。